間に積もりが挟まるという形になりました。さあ5回の裏です。初球遠くから笛の音が聞こえてきます、ね、バスが来ました、ね、バスが来たんですね、はい、バスが来て試合出てない。どうして分かるんですか。もう分かります。よく分かります、はい、もうバスが来て今からね、あの試合出てない柳田選手、ギータとかみんなそれぞれ投げないピッチャーっちは帰るんでしょうね。松田に代わりましてすごいですね、はいはい、もう早く帰っていくぶり。でも試合見るのかな、まあ、見てる見なさいってことはないと思うんですよね。上がりの選手がいるんで、はい、ええ、上がりの選手はもうなるほどね、うん、まあ、5回まで見てくれればっていう、はいはい、さあ僕注目しているこの人ですね、野村ですね、はい、はい、野村選手、この人がもう非常に今いいアピールしてますよ。注目のポイントどの辺ですか。やっぱりスピードですね。スピード、はい、非常に足が速いです。あのドラ4ルーキー、ね、はい、ドラフト4位社会人から来てますけども、はい、非常にこの、ね、パワフルなバッティングも魅力的ですけどね、はい、塁出た時の一昨日の試合も2投3投とね、そうですよね、うん、ダイソーで出てきて走りましたけど、はい、なんかタイムだけだと周東選手もと同じぐらいとか速いとか、はい、佐藤選手よりも速いとか、いや、そういう打撃もパワフルですから、はい、パワフルですか。王会長にね、うん、ものすごいパワフルって言われて、内野も全部守ってユーティリティで今非常にだから、はい、あの評価が高いルーキーですよね。まずはこう右の代打の川島枠みたいな、ね、あ、そうですね、言われ方しますよね、川島選手枠で、はい、スピードもあるってなるといろんな意味で使い勝手がチームとしての幅が広がるんで助かる、助かる選手です。ルーキーでこう99番ってなんかあんまりイメージないんですけど、ね、かっこいいですね、はい、まあ、だからちょっとスローイングを今抑えていて、はい、スローイングを抑えて、はい、右手のちょっとね右手の張り切れ、スローイングを抑えてるんですけど、はい、やっぱり投げる量が非常に多いんで、練習量が非常に多いんで、そこの辺のケアをこれからは考えてほしいですよね、はい、変化球に空振り三振、バットタイミングをここは崩されました。野村勇ドラ4ルーキー、4番ファーストベースマン、もちろん社会人の、ね、都市対抗でも試合出てたり、はい、社会人の素晴らしいピッチャーと対戦しましたり、はい、すごいそういうポテンシャルはあると思います、はい、ですがプロに入るとですね、都市対抗だけではない、毎日が都市対抗なんだと。そうですよね、本当に毎日都市対抗、そうですよね、試合があると、まあ、都市対抗みたいな緊張感あるとかまた置いといて、はい、トーナメント式ではないにしろ、はい、でも来てるファンの人からしたら関係ありませんの で、はい、来てるファンの人はその試合全力で見てくれてるわけなんで、それはもう毎日それぐらいの気持ちなんですよ、はい、そうなってくると体の方が体力の方がどれだけついてくるかっていうのが課題になってくると思います。悪くても最低限のパフォーマンス、はい、良ければ本当にすごいプレー、これを140何試合、その通りです、できる体力が必要、はい、142試合ね、はい、140何試合をずっとキープしないといけない。やっぱりプロとアマの違いは絶対的にそこにはあるでしょうね。試合数は絶対あると思います、はい、やはり140試合っていうの試合数は体力的にも精神、はい、特にメンタル、精神的にすごい効いてくるんで、はい、そうですね。さあバッターはリチャード、おお今日は最初の打席が三振でしたが、その後ツーベース、王監督、王監督って言ってしまいました、王会長直々に昨日今日と、ね、はい、手ほどきを受けたということです。いや、リッチーにはね、はい、ちょっとこの辺でピシャッと突き刺さるね、はい、見たいですね、見たいですけどね、はい、まあ山口くんもねセンターバックスクリーンに行きましたので、4番同士でナイスバント、ナイスバントでしたね井上かな、井上選手ですね、はい、今さあリチャードです。合同自主トレは西武の森とやったらしいんですけど、はい、お前もしかしたら1本で終わるかもしれないし80本打つかもしれないマジでわからんって言われたらしいですね。やばいですね、それはもう1本で終わるかもしれないしって言った時に青ざめましたね確かにでも80本打つかもしれないっていう、やって当たればすごいですもん、当たればスイング力が半端ないんで、ね、でも魅力的なんですけど、そうですね、まあ、リッチでいつも言うの、そこはリッチに対してのことはもう日々のね、はい、どれだけ このチームメイトもそう、もう見てくれてる人たちのへの、はい、この感謝の気持ちを持ってプレーすること、はい、これができれば必ず上がってくるんですよ、はい、
バッティングの技術的なことっていうのはね、もう、まあ、もちろんそれも大事なことならあるんですけど、はい、やっぱり感謝の気持ちを持つ、そして、まあ、チームで決まり事もしっかりと。